第50回、有馬記念第50回、有馬記念は、2005年12月25日に、中山競馬場で施行された、競馬競争である。1984年のシンボリルドルフ以来、21年ぶりに、無敗で、ボバクラシック3冠を達成し、7戦全勝で、有馬記念に駒を進めた、ディープインパクト。 有馬記念のファン投票では16万297票を集め、2位のゼンノロブロイに3万5000票余りの差をつけて、堂々の1位で選出。そのゼンノロブロイはこの年は勝ちこそなかったものの、安定した成績を残していた。しかし、ジャパンカップ後に本レースでの引退を発表した。マスメディアは、前年に優勝したゼンノロブロイとディープインパクトの最初で最後の対決を、 大々的に煽り立てた。この他、菊花商場で前奏のスティーアーツステークスを制した、デルタブルース、ジャパンカップで、花さの2着と前線した、ハーツクライ、ゼンノロブロイ同様引退レースとなるタップダンスシチー、本年の天皇商場の鈴鹿マンボと、ヘブンリーロマンスなど、グランプリにふさわしい面々が出走した。当日の中山競馬場は、 前売り入場券を持っている人のみが入場できる完全前売り制であったにもかかわらず、162,409名が中山競馬場に入場し、中山競馬場は完全にディープインパクトの優勝ムード一式となりその行方に注目が集まった。起場予定の海老名正義騎手が落馬負傷のため田中勝春騎手に、起場変更競争は、 前年の二着入賞馬タップダンスシチーがレースを引っ張る。これは大方の予想通りだったが意外だったのはこれまで追い込む形の多かったハーツクライが3番手につける展開。圧倒的人気のディープインパクトは後方10番手あたりにつけた。最後の直線に入るとコスモバルクがタップダンスシチーをかわし早めに先頭に立つ。しかし3番手につけていた。 ハーツクライが残り150メートル付近で抜け出し、後方から追い上げた、ディープインパクトを1、2場審査で尻け優勝した。ゴール後、ハーツクライ安長のルメールの手が上がり、ディープインパクトは、障害初黒星となる2着完敗で史上初の、無敗での有馬記念制覇は達成されなかった。ありがとうございます。